前面有一群人呢，怎么回事啊？讲不听呢，这里从之前就是我们的舞台，快把位置空出来！你有病吗？这是桥哎，行人走的地方哎，怎么拿来当舞台啊？为了争地盘吗？在好像要打架的样子。哎呀，争过出来，我就知道怎么回事了。出来什么交技能之类的吧。啊，每次跟他对话，我都想快速带过，哎，就会看到脸就不耐烦。不是打架吗？霹雳舞，用跳舞决胜负。哦，讲的我有点兴趣嘞。那个红色衣服的长得蛮像只猴子的。哎呦，灵活的胖子啊，好灵活！再怎么灵活，也比不过一只猴子啊！你这样子也能够学到空地舞，我也是醉了。感觉是个很不实用的招哎。是啊。哎，赢了，猴子赢了。啊。好，后面应该都废话了，照惯例快速带过吧。这样，哈哈哈哈，何やって？お前、ほな行こうか。好了，走吧。去那个 disco 舞厅。30,000元。台币大概8-9千吧。哇，穿着高跟鞋跳舞。なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても二人で来たってしゃあないやろうが。こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。え、そうなんか。そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし。おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。
这个寂寞的孩子。ちょっと話してな。哎，怎么了？踩一下下去就遇到麻烦了。見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。な、何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々おごらせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅうときにごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら呼んでもかまへんで。その代わりこっちも人連れてきとるからな。很不巧啊，这女的今天带了个更凶狠的来了。なんとでもいい。マチや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のお守りなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろが。女ナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやない。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。正好学到新武功啊，就拿你们来练拳吧。いてもたる。哇，好华丽，好华丽！真的是跳舞哎！哇，不过攻击力好弱，是很炫没错啊，但是攻击力太弱了，中看不中用就是了。而且没有绝招吗？没有终结技吗？五郎さんすごい、めっちゃイカス。ま、ざっとこんなもんや。せやけど、男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなのか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。终于找到人在哪了，所以下一步就是要去杀他喽。啊，是时候跟妹子告白，告，哎，怎么说都不对。阿古ちゃん、今日は大きいな、ほんまに助かったわ。Say goodbye。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。我感觉阿狗好像也喜欢上真岛。せやけど、ほんま信頼しとるんやな、牧村さんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったら、
うちも今頃どうなってたか分からへんもん。わあわあわあ、这么重要人就这样子被你给卖了。さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あったのかもしれないやないか。很難过。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花ええ人疑ったら罰当たるわ。すみま。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん、そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。つま、早くしゃいたな。次の人？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。わさい、たまにはうちに帰れや。回谁家？気が向いたらな。要不然我家住址留给你啊，随时等你回来。好啦，跟妹玩了这么久，该办正事了吧？已经知道那个马哥都在哪里了。阿狗把那个马哥都当作神一样崇拜。那是时候啦，我们去终结掉那个神吧。喂，干嘛？谁啦？又被谁拦的啦？啊，哦，那是学武功的，还快速带过吧。嗯，哎呀，这样，这样，这样。拜拜拜拜。这个猴子怎么不在动物园里面跑，还这边撒野？